こんにちは。美味しいものが食べたい、よしです。今日はね、魚肉ソーセージを使って、ハニーマスタードソースというのをかけてこう食べていこうかな。ハニーマスタードソース、なんか難しそうですが、めちゃくちゃ簡単です。ほんなら、いこめやか。はい、材料なんですけどもね、今日はもうすこぶる簡単に作りましょう。お魚ソーセージ2本、それから粗挽きマスタードですね。それというのはこれ蜂蜜、材料自体は以上なんですけども、焼くときにね、バターを使っていこうと思います。はい、ではね、お魚ソーセージを切っていきましょうか。これ最近のはね、なんかちょっとここがこうペリって破れるっていう風になってるんですけど、なんかよくわかんないんで、まずそのままパスッと切っちゃいます。で、皮1枚残して、切り落とすんですね。そうするとこうつるっと取れますので、多分ね、この方が早いんじゃないかな。僕たちは職業上ね、あんまり爪が長くないので、うまく引っかからないんですよね、これね。はい、それをね、そのまま、どうだろうな、 1.5 センチくらいの厚みかな。で、斜めにこうやって切っていきましょう。はい、じゃあこちらもね、材料切るものはね、もうこれだけです。はい、ではね、早速焼いていきましょう。この中にはね、これバター 10g 入ってますね。火はね、弱火がいいですね。強い火だと一気に表面だけ焦げてしまうのでね。そしてバターを全体になじませてね、まだ溶けきる必要ありません。もうどんどん乗せていっちゃいましょう。はい、じゃあね、焦げ色がきれいにつくまでね、そのまま焼いていきます。蓋をする必要はありません。はい、ではね、ソーセージ焼いてる間にね、このソースを作っていきます。粗挽きのマスタード、よいしょ、ちょっとあんまりなかったですね、これね。はい、ここにね、同量の、蜂蜜を注いでいきます。はい、あとはよく混ぜます。もうちょっとかな。はい、ソースはね、もうこれで完成なんですよ。材料説明になかったですけどもね、白ワイン少し振っていきましょうか。はい、ではこれで完成です。はい、ではね、盛り付けていきますよ。はい、ではね、このソースをたっぷりとかけて、
い、魚肉ソーセージのハニーマスタードソース完成です。はい、じゃあね早速食べてみますね。もうね、何とも言えぬこのマスタードの酸味と、それから、蜂蜜のね甘い香り、もうこれがね入り混じって何とも言えないに香りがね漂ってるんですね。いただきます。うん、あ、めちゃめちゃ見えたかなこれ。このね、あのソースがやっぱりかなり甘いんですよ。で、魚肉ソーセージの持ってるその塩味っていうんですかね、塩分、これがね見事にマッチしてますね。これこれはうめえ。おいしいもの食べてるときって幸せですよね。美味しかった。あーね、自分で作っといて言うのもなんですけど、びっくりしました。こう粒マスタードのね、その粒が口の中でこうプチプチっと弾ける感じとかね、もうこれすごいな。ご飯のおかずというよりはね、もうこれ完全にね、お酒のあてですね。ワインなんか絶対合うと思いますね。これ赤ワインでも全然いけると思いますよ。いや、これ美味しいな。もうちょっと手間をかけるんであれば、例えばこれだと正直甘すぎるんですよ。まあ僕にとってはねちょうどいいんですけどね。蜂蜜の甘みがね少し気になるなっていう時は、白ワインを煮詰めたもので、割ってください。ちょっとその手間がね、結構時間がかかるんですけども、白ワイン煮詰めてやることでその香りもまたふわっとこう立ってきますしね。これほどとろっとしたソースではなくなってしまうんですけども、しゃびしゃびのソースになっちゃうんですけどもね、甘さはその分抑えれますし、でもね僕はこのままが好きだな。これもうちょっと下品ですけどね、このソースだけ、最高。うん、美味しい。レモン入れてもいいかもしれないな。なんかどんどん膨らんできますよね。また機会があったらね、今度は違うもの、鶏肉なんかもね多分合うと思うんですよ、このソースね。またいろいろとやってみたいと思います。いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。グッドマークなんかもあるととっても嬉しいですね。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。